まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 75g 用意します。必ず触って熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で10分放置すれば OK です。その間に生地に入れるバターの準備をします。無塩バター 22g を測り、レンジ 600W で10から15秒ほど様子を見ながらチンしてください。はい、こんな感じで指で押せる柔らかさなら OK です。液状は絶対にダメです。膨らみが悪くなる原因となります。10分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 200g、 薄力粉 50g、 塩 3.5g、 砂糖 26g、 人肌ほどに温めたぬるめの牛乳が 100g、 夏場は冷たいものを入れてください。ひとまとまりにします。こんな感じで粉っぽいところがなくなるまで混ぜてください。混ざったら無塩バター 22g を入れます。生地全体に行き渡るようによく練り込んでください。ムラがないようによく練り込みます。はい、練り込んだ後はこんな状態です。これよりも生地が硬いなと感じる場合はお水を少し足してこのくらいを目安に調節してください。はい、手をきれいにして周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分間放置してください。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで自然とグルテンが生成されています。これがグルテン膜です。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。これを繰り返していきます。ビヨーンと伸ばして折りたたみます。伸びなくなったら外から中央にグイッと折りたたみながらこねていきます。はい、こんな感じでグイッと中央にグイッとグイッと、軽い力で大丈夫なので皆さん無理のない力加減でこねてください。はい、3分こねました。手をきれいにします。あとはこんな感じで中央に折りたたむようにして丸めていきます。こうすることで生地の表面が少し張った感じになるので一次発酵でガスをしっかり溜め込めます。こんなもんで OK です。ラップをします。オーブンの発酵機能35度で20分目安、一回り大きくなるまで一次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は前後しますよ。はい、一回り大きくなりました。こんな感じでだいたい見た目で一回りほど大きくなったらパンチの作業をします。手に水をつけてグーパンチします。しっかりパンチしてください。あとは生地を中央にグイッとこんな感じで折りたたんでいきます。もう一度水をつけて同じように一周折りたたんだらパンチの作業は完了です。
こんな感じでそこから中央に生地を持ってきて、ぐいっとぐいっとぐいっと、最後にくるっとしたらパンチの作業は完了です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で30分から35分目安、2倍の大きさになるまで一次発酵の続きをします。はい、発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は前後します。はい、一次発酵が終わりました。今日は室温が26度くらいあったので30分ほどで膨らんでくれました。冬で室温が低い場合だともうちょっと時間がかかると思います。室温によっても発酵の進むスピードっていうのは変わりますので、時間ではなくて見た目の判断で発酵のチェックを行う癖をつけましょう。見た目できちんと2倍の大きさに膨らんでいることと、フィンガーチェックをして穴が押し戻ってこなければ大丈夫です。軽くガス抜きをします。まな板にもしっかり粉を振ってなじませたところに生地を取り出しましょう。分割も手粉を使いながら分割してください。まずは全体量を測って10等分にしていきます。1個あたりだいたい 48g 前後になりました。切れ端は中へ包み込むような感じにして丸めていきます。このように生地を下へ下へ送り込みながら丸めます。表面はピンと張った状態です。残りも同じように丸めていきます。はい、ラップをして10分間室温で放置します。ベンチタイムです。はい、ベンチタイムが終わりました。成形をしていきます。成形もベタつくときは必ず手粉を使いながら成形します。綿棒でこのように伸ばしていきます。同じ面ばかり伸ばさずに表裏表っていう風に交互に伸ばすのがポイントです。ザラッとした面を上にしておいて、このように最初だけ芯を作ったら、あとはコロコロと軽く巻いていきます。端から端まで生地を薄く薄くつまんでいきます。つまむときは必ず薄くつまんでください。両手で中央から伸ばし始めて徐々に左右へと伸ばしていきます。あまり長く伸ばさない方がいいと思います。短めで大丈夫です。閉じ目は必ず底になるように鉄板に置いてください。こんな感じです。10個あるので2回に分けて焼いていきます。まずは5個成形ができたら霧吹きをして二次発酵します。発酵機能35度で30分目安、1.5 倍ほどの大きさまで二次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。では残りの5個も成形していきます。今回みたいに10個焼く場合だと、どうしても個数が多いとオーブンの熱の当たりが分散されてしまって焼き時間が長くかかってしまうんですね。焼き時間が伸びるとパンも硬くなったりパサつきやすくなったりするので、パン屋さんの釜を再現する感じで高温短時間でなるべく早く火を入れることでしっとりふわふわのパンになります。はい、残りも成形できました。全体にしっかりと霧吹きをします。こちらは室温で二次発酵します。今夏なので冷房のない部屋が28度くらいあったので、そちらに置いておきます。途中で様子を見てちょっと乾いているなと思ったら霧吹きを追加でかけてください。二次発酵中は乾燥は大敵です。
室温で発酵中の生地は特に乾燥しやすいので、そちらも途中で霧吹きを追加してください。はい、二次発酵が終わりました。すぐにオーブン230度10分で予熱をスタートしてください。二次発酵中は乾燥は大敵なんですが、二次発酵が終わったら少し表面を乾かしておきます。目安は手で触ってみて、ベタベタとついてこない程度に乾かしてください。二次発酵完了のチェック方法は、乾いたところを軽く押してみてください。跡が残れば発酵適正、焼いて OK です。押してもすぐに生地が跳ね返って跡が残らない場合は、まだ発酵が足りていません。ツヤ出しに牛乳を塗っていきます。筆の根元を持って、筆先は寝かせるような感じで優しく塗ってください。なるべく一筆で塗るイメージで、同じところを重ね塗りしないようにすると焼き上がりも綺麗になります。何度も何度も同じところをこう重ね塗りしてしまうと焼きムラが出たりとか、あとはパン生地っていうのは刺激を与えるとガスが発生するので、何度も何度も同じところを塗っているとプクーとこうガスが出てきたりします。牛乳を塗ったら少しだけ表面を乾かしてから焼くとツヤツヤに焼き上がります。はい、予熱が完了したので210度に下げて10から11分ほど焼いていきます。オーブンによっても火力が違うので、温度と焼き時間は調節してください。このサイズなら長くても12分以内には焼き上がるのが理想です。もし冬とかだったら、こんな風にオーブンの上で発酵を流すのもいいと思います。はい、2軍で焼く生地もちょうどいい感じに発酵ができていたので、すぐに焼けるように牛乳を塗って仕上げをしておきます。はい、焼けたらすぐに鉄板ごとショックを与えて、網の上で粗熱を取ってください。続けてこちらも焼いていきます。ちょっとくっついていたので離しているんですが、皆様はこれは真似しない方がいいです。パンが潰れちゃうことがあります。はい、こちらも焼き上がりました。網の上に全部乗らなかったので9個だけ乗せています。普通サイズの場合は6等分がおすすめです。成形での長さは14センチほどにしています。この後発酵を取って焼くとさらに膨らみますので、最終的な長さはもっと長くなります。はい、こちらは二次発酵後の生地です。発酵機能35度で30分ほど二次発酵しています。すごく大きく膨らんでいます。小さめサイズのコッペパンと同じようにツヤ出しの牛乳を塗ります。こんな感じでたまにこうガスがプクッと出てきたら、爪楊枝とかこういう針みたいなので刺して潰してください。230度で予熱したオーブンを210度に下げて14分ほど焼いてください。オーブンによっても火力が違うので、温度と時間は調節してください。はい、普通サイズのコッペパンも焼けました。焼けているかどうかは裏をチェックしてみてください。このように茶色かったら焼けています。写真のパンみたいに裏がちょっと透明がかったような白っぽい色だとまだ焼けていません。